はい、皆さんこんにちは、佐賀キャットでございます。5月は7日日曜日の1時半をちょいと回りましたね。雨がね降ってるんですよ。なんかまったり気分になれへんですね、雨降ってると。で風もねまあまあ吹いてますね、雨風。千代田区21度、この部屋23度。まあ、あったかいというところまではいかないかなという感じですね。おまけに足が痛い、腰が痛い。でもほんまにもう家はほんまにまあまだね致命的ではないんですけどね。さて行きましょう。時事 .com に今日の朝の6時59分に出た記事ですね。中国高速鉄道の整備急ピッチ、総延長新幹線の10倍超、赤字路線続出で債務懸念と。本文そんなに長くないんで読みましょう。中国が高速鉄道網の整備を加速させている。もうねええ加減やめたんかなと思ったらねやめてないんですね、これが総延長は日本の新幹線の10倍を超える。日本の新幹線の総延長距離は3000キロ前後だったと思います。日本はちょっとずつしか伸びません。大変ですからね。リニアも止まってますし、今年は約2500キロ伸びてるんです。南西部雲南省の秘境にも到達する見込みだ。一方で採算が取れない赤字路線も続出し、債務膨張に懸念が高まっている。雲南省と申しますのはインドの隣にあるビルマのちょい右上あたりなんです。そこまで中国領なんですよ。雲南省ディチェン、チベット族自治州シャングリラ。シャングリラなんか聞いたことありますね。チベット仏教の寺院で有名な人口8万人ほどの町だ。標高3000メートルを超える高地で駅の建設工事が急ピッチする。日本の富士山は確か3000メートル級でしたね。あんなとこに新幹線の駅作ってる。年内に予定する高速鉄道が開通すれば、約140キロ離れた世界文化遺産の道省麗江まで今の2時間以上から約1時間半に短縮される見通しだ。30代の男性タクシー運転手は、観光客は必ず増える、開通が待ち遠しいと声を弾ませた。中国は2000年以降内陸部の経済発展を後押しするため高速鉄道の整備を一気に進めた。22年の総延長距離は4万2000キロと10年間で4倍以上に拡大。運営する国営企業の中国国家鉄路集団国鉄は35年に7万キロに伸ばす計画だ。7万キロ日本の20倍以上ですね。高速鉄道は観光客の増加や企業の進出を通じて地方の発展に寄与してきた。麗江では高速鉄道の乗り入れをきっかけに省との混迷などとの往来が活発化、観光収入が増え地域経済を支えている。最も改革ですね、大半の路線は赤字、各地方政府関係者。中国メディアによると国鉄の債務は6兆元約117兆円と国内総生産 GDP で 5% 程度に達する。人口が21年をピークに減少に転じる中、鉄道事業の厳しさを増しそうだ。中国政府は21年、時速350キロ以上の高速鉄道について路線開設などには乗客数が年2500万人を上回る必要があるとする新基準を公表した。さっきの地方政府関係者は新路線の需要予測に基づき厳しく選別する必要があるのかもしれないと話したということで、この記事は終わっています。金がね、問題が指摘されておりました。
中国の高速鉄道は全面的に日本の新幹線の技術をですね受け入れて、まあ、かなりパクってですねできていると私は認識をしています。これはオリジナルの技術やと言ってですねインドネシアに売り込んでまんまと受注をしました。未だに開通してません。で数々問題を起こしております。まあそれはいいんですけども、中国国内で今4万2000キロの新幹線、日本の新幹線とほぼ同じ規格の高速鉄道が走っているんです。日本の新幹線は先ほど申し上げました通り3000キロです。その14倍の路線が走っております。中国は国が広うございまして人口も日本の10倍あります。であれば10倍の距離が10倍の新幹線が走っていても不思議はないんですがですね、ほとんどが赤字という。日本の新幹線はですね一部赤字もあるかもしれませんけども おおよそ黒字です。まあなんて言いますか、最初に作る公費がですね膨大なものになるんで計算方法によるんですけども、維持管理費と運賃収入を考えれば大方は黒字です。最初の投資で回収できるかどうかはちょっと別にしますよ。東海道新幹線なんかそれを等に回収をしています。ちょっと今 LINE が来ました。はい、なんでこれをね中国の国鉄という会社ですね、言い方は昔の日本の言い方と違いますけど中国国家鉄路集団というところが運営をしているんですけども、そこの赤字がですね、すごい、117兆円になっていると。これどんどん膨らみますよ。これなんでねそんなにね赤字の路線をねどんどん作るんやというと、それは実はですね、まあ、中国風のお役所体質ですね。その地域でですね、GDP が増えればですね、その地域をですね管轄する共産党党員のですね役人の、まあ、通知表が上がる、成績が上がるわけですよ。で評価が高くなるわけですよ。の GDP を躍進させたということで。で、新幹線を建設するとですね、一気にそこの GDP が上がるわけですね。だから、その各地方のですね、ボスたちですね、日本で言えば知事。日本の知事はですね、選挙で選びますけど、向こうの知事は共産党の中央が指名します。で、その知事たちがですね、その、あれするわけですね、その、新幹線来い来い来いってやるわけです。でその建設費の負担割合がどうなんか知りませんけども、とりあえずそこで GDP が上がると自分の成績が上がる、すると出世できるということですね。その出来上がった新幹線が黒字か赤字かという問題はですね、もう後回しです。後回しになります。でどんどん作ってると、でとうとう4万2000キロまで来たと。で中にはですね1日に数本しか運行していない路線もあるそうなんですよ。ほんで同じような路線を、ね、2つ作ってるという場合もあるそうなんですよ。もうだからねむちゃくちゃですよ。それでこれってね作った当座はいっぱいお金使ってその GDP が増えるかも分かりませんけども、運営している赤字は全部中国の国鉄が背負うんです。でその赤字はどうやって補填するかって国からもらうわけです。あるいは社債みたいなものを出すわけでしょうね。どん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 赤字が膨らんでいくわけですよ。つまり利益を生まない路線を作って、赤字の利益を生まないところが赤字の路線を作って、そこにどん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 ですねお金をつぎ込んでいるという、そのアホな構図が今出来上がってしまっているわけであって、これをまだまだ増やして7万キロにするって言うてはるんですよ。やったらええ、大いにやったらええやんと思いますよ。そうするとその路線を維持するだけで中国政府の国家財政はかなりの負担を強いられるわけですね。こっちゃん素晴らしいことですよ。
なぜかというと国家財政はそっちの方に赤字補填に負担を強いられると、その分軍事費に回る額が少なくなるわけですね。それは我々ですね、中国の圧迫を受けている国の人間としては思っとうにやったらええやんという話になりますね。ですので非常に喜ばしいニュースです。このですね、今読んだ時事 .com のですねアドレスを一応貼っておきましょう。確認されたい方は読んでみてください。中国無駄な新幹線いっぱい作ってるんです、ええ話やということでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。